はい、今日はですね、魚沼さん、新潟県限定魚沼さんコシヒカリの甘酒、売ってましたんで、確か俺買ったのが、これはどこだっけ、魚沼のあたりのパーキングエリアだっけ、あの高速のねパーキングエリアで買いました。こちら、原材料名が米麹とうるち精米、過去魚沼さんコシヒカリとなってます。量が 160g。ノンアルコールです。ほう。まあ、でも、まあね、これすごい珍しいよね。こんなちっちゃいなんかペットボトルに入ってるけど。無添加、無加糖。丸一。金城。うん。珍しいな。すっげえ珍しい。このペットボトル自体がすっげえ珍しい。こんなちっちゃさの大きさのやつ。初めて見た。まあでも、甘酒ってさ、冷たい状態で飲むと、あんまりうまくないんだよね。そうじゃ、いただきます。うん。本品は、お米と米麹で糖化させた昔ながらの甘酒です。冬は温めて、夏は冷やしてお召し上がりください。うん。でも砂糖使ってないから。うん、優しい甘さ。うん。これ、小千谷市の会社だね。うん。うまい。いや、魚沼さん。魚沼さんの、コシヒカリの甘酒。まあでも、まあ、甘酒ってさ、あの、魚沼さんのさ、あの、日本酒のさ、八海山っていう日本酒があるけど、あれの、酒粕とかも売ってるんだよね。うん。スーパーでさ。普通に売ってるから。まあ甘酒、それで作ったりもできるんだけど。ただ、あの、酒粕が1キロとかで売られてるから、そんないらないんだよね。100グラムぐらいだったらさ、いいじゃん。でも1キロとかで売られてると、正直買えないよ。絶対余っちゃう。でもあれか。これは魚沼さんコシヒカリの、コシヒカリのあれだけど、魚沼さんの日本酒って、の酒粕って、コシヒカリじゃないもん。日本酒ってコシヒカリ使わないもん。そういえば。うん。美味しかった。これぐらいのね。うん。まあでも、ぶっちゃけ、これ魚沼さんコシヒカリって書いてあるけど、全然あの、普通の甘酒でした。それでは、お疲れ。